よし寝ちゃってたあごめんおかえりごはんあごはんべあ机の上のそう <laughs> なんかテンパったおはよううん <laughs> ごはんべたそっかよかったちゃんとあっためたうんおい <laughs> しかったよかった今日はね いつもと、ちょっと作り方変えてみたんだシェフ直伝プロの技その一手間で出来上がりが大違いって今日昼やってたの <laughs> あソース2種類作ったんだけどそれも分かったかな冷蔵庫に入ってるのうん大丈夫明日はもう一つの方味見してね <laughs> 感想教えて。 そしたら、次はもっとあなた好みの味にしちゃうから歯磨きはもうしたよーしじゃあこっちこっちこっちきてお布団の上こーこマッサージしてあげる今日ね ネットでいろいろ調べてたの自宅でできるマッサージ試していい <laughs> マッサージ屋さんごっこしようはーい靴下脱がせまーすんーしょっと脱がせたのバイバーイ <laughs> 大丈夫後で拾っとくから あなたはそんなの気にしなくていいのもう始まってるよマッサージ屋さんごっこじゃあ足の裏からもみもみするね気をつけるけどくすぐったかったらごめんね 足の裏って結構疲れるよね。痛くないあん。よ <laughs> いしょ。おいしょ。うん。だって体全部ここで支えてるんだもん。縁の下の力持ちさんだよね。うん。うん。うん。足の裏。 お疲れ様だよ。よし、よ、う、し、ん、うん、よーしよし、いっぱいいたわってあげます。さあ、足首回し、ゆっくりいくよ。ぐーる。 ぐるぐるはん反対もぐる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 女の子なら普段からこれやってる人結構いるんじゃないかなむくみとか冷え性に効くんだって私もやるよずっと座りっぱなしの時とか 動いてないのになんでか疲れちゃうよね。こういうとこを動かすと体がほぐれて気持ちいいんだ。はーい。力抜いててね。緊張ほぐれてきたこの。<laughs> 自覚なくても疲れてるんだよ、最近。わかるよ。だって、あなたの奥さんだもん。 奥さんはね旦那さんより旦那さんに詳しいの <laughs> ずっと見てるもん。でねこう思ってます。今日もうちの旦那さんが世界で一番かっこいいって。ほんとだよ。はーいズボンも脱がせちゃいまーす。<laughs> シワになる前にね。 腰ちょっとだけ上げてくれるもう意地悪しないでうんえい <laughs> 嫁から逃げようなんて100年早いんだよじゃあさっきの続き今度はちょっとずつ上に行ってふくらはぎー。 もみ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 ねえねえ知ってるふくらはぎは第二の心臓って呼ばれてるんですそれぐらい大事な場所なんです <laughs> 今日覚えたから言ってみただけマッサージしっぽかった <laughs> なんかね体中に血液を送るポンプ みたいな役割があるんだって、よくわかんないけど自分の足でも試したよ気持ちいいよねこれ動画でやり方見ていろいろ練習したのだってさ適当にやって体痛めちゃったりしたら大変でしょあなたの疲れを取ってあげたいんだもん危ないことはできません太ももも も,ーみーもみ,も,ーみーもみ,も,ーみーもみもみもみみ任せてください。足腰の疲れを抜く太ももマッサージっていう騎で予習しました。<laughs> ばっちりです ここは痛くない <laughs> 大丈夫 <laughs> 今日はいっぱい気持ちよくしてあげるね よし、じゃあ今度はうつ伏せになってくれる <laughs> 次は私の一番好きなマッサージやっちゃうよーまずは肩からうわっかったっ <laughs> あ違う今の親父ギャグとかじゃないからね本当にかたかったのびっくりしたの <laughs> はあ 疲れてるんだね。全然指入らないよこんなにかくなっちゃってよしよし今日もい日お疲れ様。こんなになるまでいつも頑張ってくれてるんだね今日は私がいっぱいよしよししてあげますよし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  いつもありがとうよしよし肩が凝ると首も疲れちゃうんだよね首の疲れは頭痛のもとしっかりほぐすよ首もグリ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 ちょっと後頭部つかむね首を伸ばすのうん これ気持ちよくない肩と首と頭ギューって固まってたのがスッて伸びる感じ <laughs> バレリーナみたいな気分になるよねあれ <laughs> 私だけかなもう一度肩をまーみーまみ,ま,ーみーまみ肩甲骨も ゴリゴリここがほぐされるとね姿勢が良くなるんだってああ私の旦那さんなのにもっとかっこよくなっちゃったらどうしよう本当だよ誰がなんて言ったって私にはそう見えるのあなたが一番なの。 そうじゃなきゃ結婚なんてしないよ。はーい背骨いきもます、うん。どうかな気持ちいい？もっと強い方がいいあ？これ以上力入んないよ。 男の人の体って硬いねうん、うん、はあちょっと疲れた <laughs> 大丈夫これ私のダイエットにもなって一石二鳥かも <laughs> 背骨に沿ってうん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 腰は念入りに。 しいと思うけど、あんまり無理しないでほしいのどうしても気の合わない人とか意地悪な人もたまにいるけどそんな人のご機嫌取らなくていいよだってこれから一生一緒にいる人じゃないもん ちょっと休憩していい、はあ、はあさすがに腕が疲れちゃった <laughs> 明日筋肉痛かも <laughs> 大丈夫大丈夫 <laughs> 私がそばにいるよ 調子が悪くて笑えない時も、調子良すぎて周りが見えなくなってる時も、どんなあなたでも、私はずっと味方でいる。だからね、本当に苦しい時は、もう無理、全部投げて逃げちゃえって思ったら、置いてかないでね。私もちゃんと連れてって。 大丈夫。ちょっと疲れて眠くなっちゃっただけまだ寝ませんあなたが寝るまでマッサージするって決めてたんだもん寝かしつけるんだもんこれからもずっと一緒にいるのは私